親と沢です。リエケンです。今回は2023年5月に金谷市に新規オープンしたラーメン八次郎さんをご紹介します。あの宮崎市田野の人気店が金谷市にオープンということで、美味しい一杯をいただいてきましたよ。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎ラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。現在広告主を募集中です。気になる方はお問い合わせ、入江健の各 SNS の DM でお願いします。はい、どうも親と沢です。入江です。いつもありがとうございます。私は今総市国道10号線をですね、金谷方面に向かって走っています。今向かっているのはですね、金谷市の2023年5月にオープンした家次郎さんに向かっています。この家次郎さんの屋号をご存知の方いらっしゃいます？聞いたことあるって思う方、かなりのラーメン通ですね。そうです、宮崎市田野にあります家次郎さんが金谷市にオープンということで、そういうニュースを聞きつけたので向かってみようと思います。場所がですね、金谷バイパスのオートバックスの隣に居酒屋さんの福耳っていうところがあります。その福耳さんがですね、午前10時から、午前中だけその家次郎さんを運営されて、午後からは福耳の居酒屋さんを運営されているそうです。朝10時のね、二郎系とか家系っていうのは本当にね、練習する時のインターバルになってすごく助かるなっていう印象です。はい、というわけでどんなラーメンであるかね、楽しみにしながら気をつけて行ってきます。はい、ということで高速降りまして、今、金谷バイパスですね、来てます。山田電機の前ですね。はい、しばらく走っていきます。さあ、札本269交差点を今過ぎまして、ちょうど目の前にですね、オートバックスの看板がよく見えてますね。オートバックス。さあ、ここのですね、入り方がどうかな。でこのオートバックスの隣の方にその福耳さんっていうお店がありますので、ありますね、ほら見えてますね。今右手の方にですね、ちょっとですね、ここのちょうどこのエネオスと、あ、ホンダさんですね、ホンダのところで U ターンしましょうかね。このプラッツも U ターンでした。さあ U ターンしまして、こちら、家次郎さん到着ですね。今日やってるかな。気合よりで営業中、ありがとうございます。よかったです。ちょっと聞いてみます。あれ、到着です。おはようございます。あの、先月か YouTube 撮影の期間、今から今日よし、撮影 OK でした。よし、くしら鹿屋道路笠野原インター出口から車で5分くらいのところにあります金谷市札本ラーメン八次郎さんにお邪魔します。こちらがラーメン八次郎さんのメニューになります。今回この中から八次郎ラーメンをショーで、オーダーはモバイルオーダーとなります。お手持ちのスマートフォンなどの端末で配布された QR コードをスキャンしてオーダーを開き、八次郎ラーメンの小を一つ、トッピングでチャーシュー、味玉、無料のご飯を1でオーダーしました。しばらく待っていると着丼です。
あ、いただきますということで、まずはスープから。うわ、このスープうまい。あっさりしていて動物系のうまみのあるベースに醤油の芳醇なうまみとコクが印象的。スープのベースは豚骨、そこに醤油ベースの秘伝の返しを配合。標準トッピングの背脂と唐辛子はスープになじませず、そのままスープをすするとあっさりで芳醇で、そしてコク深い、めちゃくちゃうまいスープ。そんなうまいスープからリフトアップしてきた麺は、やじろうオリジナルの中太ストレート麺。この麺うまい。ねじれが目視できる麺はつけ形状で、表面はつるっとした麺、しっかりとしたコシともっちもち食感。麺とスープとの相性が良く、麺がしっかりスープをまとい口まで運ぶと、スープのうまみとコクが口の中に広がります。さあ、第一印象が分かったところで、軽く天地返しをしていき、背脂と唐辛子をなじませ、そして海苔はスープに漬け込んでいきます。そんな天地返しをしたスープをすすってみると、うわ、これさらにうまい。あっさりとしたスープが背脂によるこってり感が増し、これめちゃくちゃうまい。このやじろうさんのスープめちゃくちゃうまいよねっていうことを再確認した後は、はい、大きめのチャーシュー。いや、このチャーシューめちゃうま。脂身部分が多いチャーシューは脂身のとろっとした食感、そして配膳前に炙られた炙りの香ばしさが口の中に広がり、思わずご飯を追っかけたくなります。そんなふっくらご飯にスープをしっかり浸した、こちらの海苔ともやしを一緒にキャッチして口の中に放り込みます。ちょっとこぼしたのは陳謝しながらも、この食べ方うまい。さらにチャーシューを乗っけて海苔でくるんで、ご飯と一緒にバクバクと食えられば、チャーシューの甘み、海苔の磯感、スープの旨味、そしてご飯との相性は抜群で、一気にご飯をかっくらい、ご飯は完食です。てなわけで、もう一度箸をラーメンに戻し、中盤から終盤にかかっても、このやじろうさんのやじろうラーメンのうまい一杯にハマりながら、じゃんじゃんずるずるズバズバと麺をすれば、徐々に唐辛子も効いてきて体が温まってきます。最後の一口の麺をすすれば、しっかりスープに浸した味玉。いや、この味玉めちゃうま。半熟具合がちょうどよく、スープとの相性は抜群。もう一つ味玉をパクリといただけば、スープを飲み干していきましょう。そんなラーメンやじろうさんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。今回も会員完食です。ラーメンやじろうさんとしての営業は午前中のみ、夜は居酒屋福耳として営業形態を変えているとのこと。まだまだお店は改装するとのことです。スタッフさんにお話をお伺いしたところ、来ていただけたお客様が元気に笑顔になっていただけるよう、料理と接客を心がけているとのことです。わっぜ、うまかったです。ごちそうさまでした。熱い。ありがとうございました。たくさんでした。美味しかったです。よっしゃ、いやー、うまかったっす。はい、ということで、僕ね、来る時に家次郎さんって言ったけど、実は矢次郎さんでした。ここは本当にお詫び申し上げます。すいませんでした。はい、ということで、鹿屋市の矢次郎さんの方に食べに来ましたけども、矢次郎さんの、矢次郎ラーメンですね、うまかったです、ベース的にね、あっさりしたスープなんですけども、そこを天地返しして背脂と混ぜることによって、こってりとしたスープ、そこに合わせた麺は中太麺で、すごくコシのあって、そして噛めばもちもちする麺、そしてチャーシューも脂身が多めでトロトロする感じ、盛り付け前のね、あの炙りの香ばしさもあるし、これ食べ進めていくとニンニクのね、パンチの効いたジャンキーな感じも出てきて、そして何よりもね、あのここにも、上りにもありますけども、ご飯無料という嬉しいことなんで、
本当にね、ぜひねご飯と一緒に食べても本当に美味しい一杯だと思います。ということで鹿屋市に来られた際はね、ぜひともねこちらの、矢次郎さん福耳さんのねとこに、食べに来ていただければなと思います。それではまたね。